皆さんこんにちは10月24日土曜日、25日日曜日の午前9時半から午後4時に小屋池公園の多目的広場で花、緑、実の祭典、伊丹市農業祭を開催します好店の場合は中止となります地元新鮮野菜の販売や園芸市、農業などのクイズ 食育コーナーなどがあります深まる実りの秋をぜひ農業祭でお楽しみくださいお問い合わせ先は伊丹市農業政策課072784-8050までお問い合わせくださいご覧の日時によってはイベントが終了している場合がございますのでご了承くださいそれでは伊丹だよりスタートです いよいよ皆さんに順次マイナンバーが届きます。今回は通知カードはどのようなものなのか、そして任意で作ることができる個人番号カードについて詳しく伺います。伊丹市市民課柏原さんと柴田さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。さあ、マイナンバーの通知カードは全員に送られるものなんですよね。はい。はい 平成27年10月5日現在に日本国内に住民登録のある方に対して世帯ごとに転送負荷の簡易書き留めでお送りさせていただきます。なるほど世帯ごとにね。はい。はい、えー。具体的にそれはどのようなものが届くんでしょうか。はい。はい。あこち,こちらに。はい。うん、フリップがございますが。はい。封筒の中に4種類のものが封入されております。はい。まず こちらですね宛名の台紙がまず入っておりまして、うんはい、次に通知カードと、えー、それに加えて後でご説明させていただきます個人番号カードの、うんえー、交付の申請書と兼電子証明の発行申請書が入っております、うん、こちらは世帯人数分が全て最,最大で8人分まで入っております、うん、はいで。次に説明用のパンフレットが入っています で四、えー、最後にですね、うんえー、個人番号カード申請の返信用封筒が封入されております。なるほどこのようなものが届くんですね。うん、はいはいこの通知カードっていうのはねあれなんですかあのもういわゆるあのキャッシュカードみたいなああいうものになってくるんですかねあいえあのこのカードに関しましては、うん、紙のカードでお送りさせていただくことになっております。<あ>はい、割と カミカミです。<laughs> はい、なるほどね。皆さんなんかキャッシュカードで届くのかなと思いますけれどもね。<え>はい。そのあたりをこちらでね、はい、通知カードをちょっと拡大してみましたけれども、はい、はい。説明していただけますか。はい。うん、こちら側が表面になります。なるほど。この 真ん中から半分こちら反対側が裏面の表示になっております。うん、はい。はい。はい、で、えー、こちらですね、うん、上の方と下の方ちょっと分かれておりましてうん、うん、一番上のこの部分が、えー、通知カードになっております。はい、で、えー、こちら下切り取り線で切り離せるようになっておりましてはい、はい、下の方に個人番号カードの交付申請書、うん、兼、えー、電子証明書の発行、えー、申請用紙が 添付されております。で、その下の方には、え、視覚障害者様のための音声コードで、こちら申請できるものも、あの、ついております。はあ、はい。わかりやすい。なるほどね。はい、この、まあ、通知カードなんですけれども。はい、こちらはいつ頃届くんでしょうかね。はい。伊丹、はい、市内では、え、十一月の初旬から順次、各世帯にお送りさせていただく予定になっております。あそうですか。なんか、結構、各メディアでは、もう十月、はい。はい ね、順にもう配布されるっていう話もありますけれども、伊丹市は11月の上旬から、はい、はい、その予定をさせていただいております。はい、そして世帯ごとにということになっていますね。はい、はい、でもしこちらが11月末までに届かないとかいう場合はどうしたらいいんですか。はい はい、その場合は、うん、あの市民課の方までお問い合わせをいただきたいと思います。<あ>じゃあ、あ、はい、カードが届かないという場合は、こちら、はいえー、市民課、専用ダイヤルになりま、ねはい。はい、そうですね。零七二七八四の八一二一まで、はいはい、はい、お問い合わせくださいということなんですね。はい。えそして、通知カードについて不明だなという場合はですね。カード専用のコールセンターがあります。こちら、マイナンバーカード専用コールセンター。 零五七零七八三の五七八年末年始を除く平日八時三十分から二十二時、そして土日祝日は九時三十分から十七時三十分となっています。こちらにお問い合わせください。そしてですね、えー、先ほどもあのおっしゃいましたけれども、個人番号カードが任意で作ることができるということなんですけれども、柴田さん。はい。はい。 通知カードに同封されております申請用紙の方とパスポート用サイズの証明写真を同封しまして通知カードに同封されている封筒を使っていただいて送っていただければ、うん、個人番号カードの申請がしとい,、ね、いうのはこう誰でも持つこと,がああ持つことあごめんなさい個人番号カードその持つと何がそれでできる ということなんですね。えっと運転免許証などのように、うん、あの公的な身分証明書として利用していただけます。<ー>また、あの3月以降にはえ、伊丹市の住民の方にでは、あのコンビニで住民票や印鑑証明などが取得できるようになります。あ、そうです。便,便利にそうです、ね、なるということですね。はい、あ,あ、そうですか。じゃあ、そちらはどうやって受け取れば？ 申請をしていただいた方に対して、うん、あの市役所からあの取り受け取りに来てください、うん、といったような郵便物を送らせていただきますので、うん、そちらが届きましたらあの通知カード紙の通知カードの方と、うんえー、本人確認をできる資料をお持ちになって、うん、市役所の方に受け取りに来ていただく形になります。なるほど、はい、ということでこちらは、えー、と上が、はい これが個人番号カードの表面になります、うん、あこちらが表面、はいはい、はあ、そして下が裏面そうですね個人番号が書いてあるということなんですけど、はい、あわかりやすく、はいはい、このようなものが、えー、届くということになるんですね、はい、はい。えー、こうなるとかなり便利になってきますよねはい、はい、ということなんですけれども今お話いろいろ伺いましたのでですね私あのこれから 覚えていただきたいことをまとめてみたいと思います。えまず11月末までに、えー、通知カードが届きますので、そちらを受け取って必ず中身をご確認ください。そして先ほど申しました個人番号カードを希望される方は、えー、申請書類を揃えて返信用封筒で郵送またはこちらオンラインもできるんですね。はいはい、はい。オンラインでも申請をしてくださいということです。 はいそしてその他ですねこれはご注意してくださいというようなところありますかはい、不審な電話や訪問に、えー、ご注意ください。あやはりありあますすか、はい、<laughs> ないですよね <laughs> またあの、はい、市役所の方から、うんえー、マイナンバーであったりとか、うん、口座番号についてお電話で確認するといったことはございませんので、はい、ご注意ください。 いろいろとね今メディアなどでもその詐欺であるとかそういうことは言われてますけれどもそちらから市の方からそういうふうに公的機関からマイナンバーに関して電話をすることはないということですのでどうぞご注意いただきたいと思いますはいそのようにマイナンバーに関して不明な点であったりとかありましたらですねこちらマイナンバー制度全般マイナンバーコールセンターにお問い合わせください電話番号は 零五七零二零の零一七八零五七零二零の零一七八こちら全国共通ナビダイヤルとなっております。えー、平日九時三十分から二十二時まで、そして同日祝日は九時三十分から十七時十七時三十分まで、年末年始を除くということですけれども、こちらにお問い合わせすればいいということで 何度も申しますけれども11月上旬から配られます通知カードまずは届きましたら受け取ってそして中身を必ずご確認くださいということでよよろしいですよね、はいはい、マイナンバーに関するお知らせでししたたお二方あありりががととううごござざいいまました。